この動画はショックアブソーバーの 0.1 ミリ、0.1 秒をデザインするセイクレットグランドの提供でお送りします。今回はクアンタムの話をしてみます。セイクレットグランドのシンボです。今回はですね、クアンタムについて話をしてみます。以前にも何回かクアンタム取り上げたことあるんですけれども、2020年秋最新版の情報ということで、こんなことしてるんだっていうのをまた話してみたいと思います。先日フェラーリの F355、 これのクアンタムのオーバーホールを行いまして、それはツイッターとかブログで取り上げたんですけれども、以前にも 456GT のクアンタムオーバーホールして、そこでまたフェラーリだったわけなんですけれども、その前には NSX 用のクアンタムをオーバーホールしたりとか、二輪用は他にも1ヶ月に何セットかいただくというような、非常に半分クアンタム屋さんになってしまったのかなというぐらいたくさんオーバーホールいただくわけなんですけれども、じゃあなぜそうなったのか、これも繰り返しですけれど、その正規店さんがなんか連絡つかないとか、そういった話を聞きまして、でお客様がオーバーホールどうにもならないからそちらでできませんかとか、純正ちょっと仕様変更したいんだけれども、対応してくれるところが今なくなってしまったからどうにか改造したいとかっていう、そういうような話から 2,3 年前から徐々に依頼いただくようになって、今年は当社の収益の柱というかですね、かなり依頼いただいて、知見クアンタムの用の特殊工具を作ったりとかですね、そういった面でだいぶ手慣れてきたっていうのはあります。今後も部品をなるべくオーバーホールできるような部品、今ロッドとかシリンダーは自社製で作っているんですけれども、内部の部品他にも今交換できない部分を交換できるようにっていうようなことを考えて、今後の展開を広げていきたいと思っているんですが、じゃあ当社でオーバーホールする場合どういう問題点があってどういう利点があるのか、この点を話してみたいんですが、当社のオーバーホールの問題点は正規品を一切使えないというところにあります。オイルシール、ダストシール、オーリングは既製品ですからどうってことないんですけれども、当然ロッドシリンダーは自社で作ってしまった場合、仮にクアンタムの正規店さんがオーバーホールを再開した時に跳ねられてしまうと思います。これは正規品じゃないからもううちはこんなのオーバーホールしないとかですね、もしくは正規品に戻すからいくらいくらかかるよってことになってかなり高い金額になるんじゃないかと思います。ですからその点をもう元には戻れないんだという点を了承いただければ問題なくオーバーホールできますし、そのような対応で、こちらは作業したいと思います。じゃあ利点ってあるのかなっていう考えた時に、それはですね、オイルシール、オーリングを国内品、日本製の部品を使うというところにあると思います。私もクアンタム今になってみるともう数百セットか、数百セットは言い過ぎだと思うんですけれども、100セット以上は見てきた中で、いろいろな仕様がありまして、オイルシールもなんか4種類か5種類ぐらいあったりとか、かなり違うんですけども、あまり頑丈なオイルシールは使ってない。使ってた時もあるんだけど、ダメになってしまう時もあったりして、それを日本製だからいいっていうか、その材質を選んで、あ、これいいなっていう材質を使うわけなんですが、それのおかげで耐久性と作動性、長持ちするし動きもいいっていうような、そういう材質見つけたので、それを使うことでお客様に対して長持ちして性能がいいというメリットが、享受じゃないですね、感じ取っていただくことができる。で、部品交換も日本製ですから大体在庫は持っていますし、なくても発注すればすぐ来るので問題なく、あまり納期に時間がかからないというような、そういった良い点があります。価格に関してはそれほど安くなくて、四輪用でスプリングが外れていた場合で安く見積もって15万とか、仕様変更したりその部品交換したりいろいろ手尽くしてあれやこれややると四輪用だと40万円ぐらいってあっという間にいきますし、二輪用でもツインショックの場合はだいたいスタートが5万円とか6万円ぐらい、ロッド交換してバンプラやって上下のベッシュ変えられたりとか作ったりして10万円ぐらいになったりするので、正直安い部類ではないんですが、
それでもクアンタムを使い続けたいという場合は、まあ、手を変え品を変え技術を尽くしてなんとか対応するようにしていますので、困ったなって思っている方は一度相談いただければ対応策とか、方法論を提示できると思いますので連絡いただきたいというふうに思います。で今回の動画は、まあ、宣伝動画っていう形だったんですけれども、まあ、もしよければクアンタムの件で相談いただきたいというふうに思います。ご覧いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。